い、皆さんこんにちは、シュナタンです。はい、今回はですね、リクエストの多かった最近のナイトルーティーンを撮ってみました。まあそんなに変わったことはしていないんですけれども、これがリアルということで、まあなんか生活音とともに楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで今は洗濯物を畳んでおります。こんな感じで、あ、こちらはですね、進次郎あたえさんのライブツアーのタオルとなっておりますはい、自慢をしておりますが、まあこんな感じでその日に干しておいた洗濯物を畳みます。で、そしたら夜ご飯を作っていきます。今日はね、ちょっとなんか遅めだったんですよ、夜ご飯が。いつもはだいたいまあ6時ぐらいに食べるのを目標に頑張っているんですが、最近ちょっとバタバタしたりとかして遅れがちになっております。今日はですねというか、まあ、サラダを作っていくんですけど、チョップドサラダみたいな感じで、もう結構すべての具材を細かく刻みまして、それを、混ぜてドレッシングをかけて食べる感じになっております。こんな感じでレタスとブロッコリーとアスパラと人参ですね。あ、なんか変な声が出ましたね。大丈夫でしょうか。はい。ここ注目してください。これこのね、全部野菜が混ざっていく感じがね、私すっごい好きなんですよねはい、まあそんな感じで、これを結構大きめかな、夜ご飯はこれがまあメインっていう感じになるので、サラダは割と多めに食べますかね。でもこのチョップドサラダがね、本当に食べやすくてめちゃくちゃいいんですよ、まあ、納豆とサラダの夜ご飯でございます。いただきます。はい、やらかしましたね私これ毎回やるんですよ、本当に。あ、美味しそうでしょ、こんな感じですそう、毎回こぼすんですよね、絶対何かしらを。今回はサラダでしたけど、まあお水の時もありますし、結構こぼしちゃうんですね。気をつけます。あ、ね、そうそう、これもトリプル A さん、私すごい大好きでファンクラブ入ってるんですけど、それの開放っていうのかな、特典なんか、それでもらったスマホスタンドなんですけど、いつもご飯食べるときはなんか笑ってるこんな感じで YouTube を見ながら食べるので、このスマホスタンドにスマホを置いてご飯食べてます。やっぱね、一人暮らししてると本当喋る相手がいないので、もう YouTube を見るぐらいなんですよね。どうなんだろう、みんなどうしてますか、一人暮らしの方。テレビとかなのかな、まあ、でも多分 YouTube 見る人多いですよね。はい、そしてご飯食べ終わった後は、まあ、SNS のチェック、インスタ投稿したりとかコメントを返したりとか、まあ、もろもろ連絡返したりとかっていう感じでチェックをしております。あ、で、そうだ、私引っ越したじゃないですか。まあ1月ぐらいですけど、引っ越して食洗機のね、あるお家になったんです。もうこれがね、めちゃくちゃありがたくて、やっぱ洗い物ってなんか手も荒れちゃうし、すっごいめんどくさいじゃないですか。で、私もね、しょっちゅう食器溜まってたんですけど、やっぱ食洗機があることでめちゃくちゃ楽になりましたね。ここは本当にお気に入りポイントです。はい、ということで編集タイムに入りたいと思います。なんか口が開いてますねなんかね、私無意識にね、口開いちゃうんですよね、すぐ。なんかこう鼻がいつも詰まってまして、アレルギー性鼻炎で鼻がいつも詰まってて、どうしても口呼吸になってしまうんですよ。そう、だから鼻であんま呼吸ができないっていう、なので終始ね、多分半開きな状態になっちゃうんですよね、無意識に。気をつけますやっぱなんかこう改めて自分をこう撮影して見てみると、私こんな感じなんだみたいな風に思うことがあるので、そこも新しい発見ですね、毎回毎回。お袖がこんな
このルームウェア可愛くないですか？お尻のところにねロゴが入っててめっちゃ可愛いんですよね。これお部屋でもねちょっとお気に入りのルームウェアを着て気分を高めております。ということでそんな中今から筋トレを始めたいと思います。頑張れ私最近お腹を鍛える筋トレをしていまして、最近変わったことで言うとこれかな。結構引き締まってきましたねというコメントもいただくんですけど、まあジムにも通ってますが家では夜こんな感じでお腹を鍛える筋トレをしております。その後のねストレッチもしっかりと行っていきます。もうねだいぶこれがしんどくて、もう毎回毎回汗だくもくったくたなんですよ頑張りました。はい、ということでじゃあお風呂に入りましょう。最近はですねこのメイク落としを使ってます。ラゴムから新しく出たメイク落としなんですけど、私ラゴムめちゃくちゃ好きでずっと朝用洗顔だったりとか化粧水とかも愛用してるんですけど、このねメイク落としもメイベリンの落ちないリップあるじゃないですか、あれもねスルッと落ちるぐらい本当に綺麗にメイク落としてくれるので最近これ気に入ってよく使ってます。はい、じゃあお風呂上がりのスキンケアをしていきたいと思います。まずお風呂上がったら、この SK-II の、化粧水を塗っていきます。でその後にこのワンシンっていうところの、これも化粧水なんですけど、これがね結構肌荒れしてる時とか鎮静効果があるので、そのニキビだったりとかちょっとできちゃったっていう時にもよく使ってます。でその後このロレアルのヘアオイルで髪の毛をケアしていきます。そうそう、これ私のねあるある、私だけなのかな、あるあるなんですけど、歯磨きしてる時ってめっちゃ眠たくなりません？なんかほんと目がなんかトローンってしちゃうんですよね、開かなくて全然。あ、でそしてこちらはラゴムの、これもラゴムだの化粧水です。化粧水3つ目ですね。これ保湿力あってめちゃくちゃいいんですよね。もう危ない危ないでまつげ美容液ラッシャーディクトを使ってるんですけど、気分によってエマーキットを使ったりもしますね。でそしたら足のマッサージ、本当に軽くなんですけどマッサージをしていきます。でこの使ってるジェルなんですけど、これいつも私が通ってるエステロマンティックディーバーっていうとこ通ってるんですけど、そこで売ってるやつで、ちょっとねスースーするんですよ塗ったら。でこう脂肪を燃焼してくれる効果があるクリームジェルかで、これを使いながらもう本当に軽く足の甲からふくらはぎ太ももにかけてこうリンパを流すような感じでマッサージをしていきます。でこれがですね、なんかツイッターでバズってたクリームで、エナビスって読むのかな、なんかボディクリームなんですけど、ムダ毛ケアができるみたいな感じのやつで、こう塗っていくと徐々にムダ毛の処理が楽になるみたいな感じのクリームを最近はね使って、これを、まあ、全身の保湿クリームとして使ってます。でそしたらなんかカエル足トレーニングっていうのが最近流行ってるらしくめちゃくちゃなんかミーハーですねこう見ると私そう、これもなんか足痩せに結構効くみたいなので、これもね頑張って続けてますね。であとまあストレッチも最近はやり始めました。まあ、やっぱなんかほぐすのがすごい大事らしくて、まあジムとかも通ってたりとかするので、なるべくこう筋肉使った筋肉をほぐしてあげた方が効率的にこう痩せれるというからしいので、最近はねこんな感じで筋膜ローラーを使ってストレッチをしたりとか全身ほぐしたりとかしてますね夜に。結構これがね時間は長いんですけど、でもなんかそんなきつい運動ってわけじゃないので全然続けれるんですよね、不思議なことに。
夜寝る前は水分補給するんですけど、いつも私はね、水は2リットルのペットボトルをガム飲みしちゃってますはい、ということで気づいたらね、なんか2時過ぎてましたね。この日はちょっといつもよりも遅めでしたが、あ、そうで、最近これも買ったんですけど、私パソコンとかする方はよく言われてると思うんですけど、ストレートネックで、こう首がねめちゃくちゃ凝っちゃってて、それを改善する首枕っていうのを最近買ってみました。 Amazon で買ったんですけど、これは結構ね気持ちよくて、最近寝る前にこんな感じでほぐして寝ております。ということで、最近の私のナイトルーティーンはこんな感じでございます。結構最近はボディケアに力を入れていて、いろいろねストレッチしたりとかマッサージしたりとか、まあ、その成果もあって最近みんなにねスッキリしたっていう風に言ってもらえてるので、まあぜひ何か参考になることがあればしてみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではおやすみなさい。バイバーイ。